ホセ・アルタグラシア・ラミレスは、ドミニカ共和国産、クリストバル州、ヤグアテ出身のプロ野球選手。現在は FA。愛称はラミ。2008年にニューヨークヤンキースと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカンサマーリーグヤンキースで、プロデビュー。12試合に登板して0勝3敗、防御率4.15、39奪三振を記録した。 2009年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグヤンキース、A 級タンパイヤンキースでプレー。ルーキー級、ガルフコーストリーグでは11試合に登板し、6勝0敗、防御率1.48、53奪三振を記録した。2010年は、A 級チャールストンリバードックスでプレーし、22試合に登板して6勝5敗、防御率3.60、105奪三振を記録した。 2011年は A 級短波で開幕を迎え、6試合に登板したが、0勝5敗、防御率8.14と結果を残せず、5月に A 級チャールストンへ降格。A 級チャールストンでは15試合に先発登板して5勝7敗、防御率4.90、74奪三振を記録した。2012年は A 級短波でプレーし、 21試合に登板して7勝6敗、防御率3.19、94奪三振を記録した。オフの11月20日に、ヤンキースとメジャー契約を結び、40人枠入りした。2013年は、A 級トレントンサンダーで開幕を迎えた。9試合に登板して1勝3敗、防御率2.76、50奪三振を記録した。六月十四日に、 トリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリレールライダースへ昇格。トリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリでは8試合に先発登板して1勝3敗、防御率4.88、28奪三振を記録した。2014年はトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリで開幕を迎え、5月18日にメジャーへ昇格したが、登板の機会がないまま同日にトリプル A 級、 スクラントン・ウィルクス・バリー降格した。6月4日にメジャーへ再昇格し、同日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビュー。同点の7回表から登板したが、2番目の打者のジョシュ・ドナルドソンに本塁打を打たれ、これが決勝点となり、メジャー初黒星を起死した。8試合目の登板となった6月30日のタンパベーレーズ戦では、 同点の延長12回表から登板したが、ローガン・フォーサイスから勝ち越しとなるアンダーを打たれ2敗目を喫し、翌日の7月1日にトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリーへ降格した。この年メジャーでは8試合に登板して0勝2敗、防御率5.40、10奪三振を記録した。2015年、ヤンキースでは3試合に投げたが、防御率15.00と大炎上した。 2015年7月30日にダスティン・アクリートのトレードでラモン・フローレスと共にシアトル・マリナーズへ移籍した。マリナーズ移籍後は5試合に投げ、メジャー初勝利を挙げたものの、防御率は移籍前に続いて10.00個へとなる11.57だった。2015年の通算では8試合の登板で1勝0敗であり、防御率は12.91という成績だった。 2015年12月4日に後日発表選手と金銭のトレードでアトランタブレーブスへ移籍した。2016年は開幕から2試合に登板したが、投球回に失点、自責点6、防御率27.00と振るわず、4月11日に DF となった。その後は40人枠を外れる形で参加のトリプル A 級グネットブレブスへ配属され、 6月30日のルイビル・バッツ戦では、系統でのノーヒットノーランを達成した試合を3番手として締めくくった。7月28日にメジャー契約を結んで、再びアクティブロースター入りした。9月14日のマイアミ・マーリンズ戦で、ホセ・フェルナンデスに対して、危険球を投げ乱闘に発展し、退場処分を受けた。MLB はラミレスに3試合の出場停止と、 罰金の処分を課した。なおラミレスは、この処分に対し異議を申し立てたが認められず、9月22日から出場停止となった。この年は33試合に登板して2勝2敗、防御率3.58、ホイップ1.35という、まずまずの成績を記録。また、高い三振脱出能力を誇り脱三振率9.1をマークしたが、請求難も残り、 吉休日は5.0だった。2017年は68試合に登板して2勝3敗、防御率3.19、56奪三振、リーグ最多の27ホールドを記録した。2018年は7試合に登板して0勝2敗、防御率17.05、7奪三振を記録した。オフの10月31日に40人枠外となり、11月2日に FA となった。 2020年2月5日にアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズと契約を結んだ。ただ、新型コロナウイルス感染症の世界的流行が原因でアトランティックリーグのシーズンが行われなかったため、試合出場がなく2020年度シーズン 5FA となった。ありがとうございます。